はいどうも、序の口 YouTuber 庄司です。今日はね、神戸市兵庫区の港川ってあるんですけど、港川になんかてんこ盛り弁当っていうね、もうとてつもないでかい弁当があるみたいなんですよ。普通のてんこ盛り弁当とプラス200円したスペシャル、1日20食か30食限定あるんやけど、スーパーてんこ盛り弁当っていうのがあるみたいで、ちょっとね、それちょっと気になってて、なかなかね、普通の人では食えないみたいなんで、ちょっと試してみてみたいな話をいただいたんで、ちょっとこれから今から買いに行こうと思いまして、で値段がね、なんとめちゃくちゃ安くて1000円以内で収まるっていうね、すごい安い。あと何やろかな、80種類ぐらいね、お弁当の種類あるみたいな。迷うから、ちょっとね、何しようか、もう今ちょっとメニュー見ただけやったらちょっと決められんとか、どうしようかなと思ったんやけど、まあやっぱ肉系がええかなと思ってんねんけど、やっぱ唐揚げとかハンバーグとかさ、焼肉とか、そこら辺が一番ええんちゃうかな思って。でもうこっからほんまに、まあ、あと5分もかからんぐらいのとこやから行こうかなと思ってます。お昼は2時までしかやってないみたいで、もうほんまにまだ1時50分ぐらい時間ないねんけど、まあ、やっとうことも願うしかないな。あったここや、てんこ盛り弁当あったあった。ちょっとバイク止めてそのまま買いに行きたいと思います。あれやで、ちょっとどんなんか興味あるな。めっちゃ面白い、面白い。絶対ご存知の弁当2つでもう一個無料サービス。じゃあそんな食われんやん。すみません、ST 定食ってまだあるんですか？何が残ってるんですか？全部残ってるんですか？一番人気なん、どれが人気なんですか？一番に、一番の2番目とか3番目が、YouTube も出たんだけど。ああ、そうなんですか。あ、じゃあ2番で、はい。これ、おかず大盛りとかできるんですか？あのね、大盛りはできないけど、はい、プラスおかずダブルって言いまして、はい、例えば唐揚げつこつけちゃう。ああ、じゃあ唐揚げつけてください。それ、はい、すみません、お願いします。350円になるんですか？はい、以上で、1450円なんです。安いですね、めっちゃ安いですね。ありがとうございます。2000円で、はい、これですね。ありがとうございます。わかりました、すみません。で、僕は SP 定食とんかつ牛冷しゃぶとプラス唐揚げを頼みました。スーパーてんこ盛り弁当やばいよな。てんこ盛り弁当、港があって、もう他にもあるんかな。まあ、このてんこ盛り弁当のお店はちょうど新開地駅上がってきて港川駅ってあるんやけど、港川駅をずっと北の方に上がってったら、まあ、右手に三井住友銀行があって、まあ、その左側にあります。はい、できました。めっちゃ重い、やばい。これマジさ、こん中入らんやろ。はい、無理、手で持って帰らなか、まあ、とりあえず帰ります。まあ、どっか公園とかで食べてもええかなと思ったけど、寒いやん、やっぱり今日。だからちょっとね、ゆっくり家で YouTube でも見ながら食べようかなと思います。はい、帰ってきました。めっちゃ重い。とりあえずちょっとね、どんなんか食べてみたいと思います。まずね、これ普通やったらご飯とおかずが入ってるんやけど、これだけがおかずっていうね、えぐいね、これ量。ちょっとあとおかずの種類はね、ちょっと紹介します。で、ご飯、
まあまあいけますね。これ茶碗3杯分ぐらい入ってると思う。ご飯です。ではちょっと食べていきます。あ、あともう一つあったわ。唐揚げね。唐揚げ好きなんで、唐揚げも。では食べます。はい、ちょっと食べていこうかなと思います。ちょっと開けます。すーげー入ってるよ、これ。やばいよ、量。これ。どんだけ入ってんのってぐらい入ってんねんけど。これが白身魚でしょ。これハンバーグじゃない、これとんかつやね。でその下にエビフライ、餃子、春巻き。でこの下はこれコロッケかな。でだし巻きと牛冷しゃぶで唐揚げ。で唐揚げの下にはちょっとスパゲティ入ってますね。ちょっと食べていきますわ。いただきます。ちょっとおかずから卵、えぐいな、でけえこれ。うん、おいしい、おいしいね。ちょっと冷たいけどおいしい。幽霊しゃぶ食べます。うん、普通、まあ、1100円でこのクオリティはえぐいから。まずめっちゃ重いもん。まずえ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13種類。この下何がいい。この下もスパゲティか。でこれフライ、これはエグいな。量がエグい。これに本当はラーメン食おうかなと思ってんけど、これはラーメン食わんねえな。とんかつもうまいわ。しっかり味付けて。うん、まあマジオードブルみたいな。量マジやばい。とんかつのソースもすごいね、濃厚です。でこれちょっと食ってます。これ何や。カキフライ、そして春巻き、おいしい。問題はご飯やね。この量エグい。やばい、甘い腹ってなってきた。こんな食い始めてすぐです。学生とか現場で働く人とかにはね、持ってこいの弁当だと思います。なす揚げ物が多い。米めっちゃ多い。やばい、きつい。揚げ物がやばい。揚げ物でやられるね。ご飯割れめっちゃのことも、うん、だいぶ食ったんだ。死んだ。電力じゃん、見えんな。なくなりました。完食しました。もうお腹いっぱい。はい、食べ終わりました。はい、こちら辛いになりました。もう結論から言うと2度目はないかな。美味しかったけど、美味しいのは最初の一口二口まで。マジでそのどのおかずもね、もう3口目4口目とかなってくるともうね、きつい。あの米多い。ちょっと唐揚げね食えなかった。夜食います。ここね、朝の10時から昼間は2時までで、夜は夕方の5時から晩の8時くらいまでやってるのかな。で不定休で結構 YouTuber の人が来たりとか、結構買いに来てる人多いんですけど、なんせね種類が80種類マジ量多いんで、まあ僕はね、まあ、二度とスーパーてんこ盛り弁当は頼まないと思います。次からは普通のレギュラーサイズを頼みたいと思います。もうね、久しぶりにきついね。久しぶりにきつかったね、こんなに。現役じゃないから、やっぱエビクスコがね、だいぶね、弱まってるから、現役は勝てないね。今日は、スーパーてんこ盛り弁当を食べてみたでした。もう多分ね、これね、何キロかも測っとけばよかったなと思います。またないな。まぁ、あ、ちょっと、皆さんね、興味がある方は、港川にあるてんこ盛り弁当に行ってみてください。では、この辺で、はい、ハバナイスデイ。チャンネル登録、高評価、各種 SNS フォロー。わっちゃんです。